信濃川から分流し日本海へバイパスする、関谷分水屋を。関谷分水、はい。信濃川これらに囲まれた部分は、新潟島と呼ばれている。関谷分水は、新潟県新潟市を流れる信濃川の分水路である。道県の燕市と長岡市を流れ日本海に至る、大川津分水とともに、信濃川の二つの分水路の一つである。信濃川の流量を減らすべく、 川口から約1 0トルほど上流の平島地区から分流し、関谷地区を経て新潟砂丘を貫き日本海に注ぐ分水路で全長約1 8キロメートル1972年に開通した。洪水から新潟市を守ることがその役割であり、1978年の信濃川下流域の洪水の際には新潟市内での氾濫を防ぎ、 また2004年7月に起きた新潟・福島豪雨の際にも治水対策機能を実証した。関屋分水の計画降水流量は毎秒3200立方メートルである。上流からの土砂を分水路が引き受けることによって、本流下流の新潟西港への土砂堆積の防止に役立ち、分水路川口付近の海岸侵食対策にも貢献している。 信濃川の流水量を調整するための分水路としては、江戸中期の強法年間に大川津分水が起とされ、1920年代に開通したが、より下流に、さらに分水路を改作する構想は、江戸時代後期からあったと言われている。幕末期の計画には、日本海の港を確保したい、藍津藩の狙いもあったとされ、実際に関や村が藍津領となったものの、 新潟港の猛烈な反対を受け実現には至らなかった。一方、洪水対策として、石屋掘割の建設を求める声も上がり、八百六十九年には、信濃川右岸側の亀田郷の農民らが、石屋金八山で、新潟町の町人と対峙する騒動も起こった。その後1九百十年代には、西蒲原軍の排水を改良するために、日本海へ流出する。 小さな堀が作られ、これは、石屋分水に近いルートをたどっていたとされる。現在でも分水路右岸に、堀割町、左岸に、石屋堀割町という地名が存在する。その後も、品濃川下流域ではたびたび増水災害があり、最下流の新潟市も昭和に入ってから構想を、練っていた。太平洋戦争によって、構想は中断するが、1960年代に、 入ってから、改めて分水事業を検討するようになり、新潟県建設省北陸地方建設局等との交渉の結果、1964年に国庫補助による県事業として工事に着手されることが決定した。しかし、同年6月に起きた新潟地震の影響で県事業として行うことが困難になり、 1965年に建設省直轄事業として工事が再開された。分水部の品野川には品野川水門を設け、日本海からの海水逆流による塩害を防止するために新潟大関を建設して水量調節を図った。屈作度は同時期に建設が始まった新潟バイパスの森土地として利用された。1970年頃からは分水開通によって、 これを横断する必要のある国鉄越後線や国道8号、国道116号、後の国道402号となる市道などの橋脚工事が始まり、1972年に完成した。1965年度以降の走行費は約160億円。工事箇所となる新潟市関谷地区は当時から市街地の生誕で人口が多かったため、立ちのきも 大きな問題となった。そこで、当時の新潟県は関谷地区にあった新潟競馬場に目をつけ、新潟競馬場用地を立ち退き住民の住居用地に当てることを構想し、新潟競馬場を所有する日本中央競馬会やその監督官庁である農林省などとの協議を行い、関谷競馬場の土地収容に協力を要請するなどして、用地保障問題に決着をつけた。 これに伴い JRA は豊坂市笹山地区に大体の土地を確保し1964年に新潟競馬場を新築移転して現在に至っている。以後は宅地開発による都市化が進み関屋競馬場と呼ばれていた周辺の面影は現在はほとんどなく競馬場の地名も近接する町名に統合されて廃止された。現在では 付近の石文公園にある石碑と越後線石屋駅近くにある競馬場踏切に王子の名残を止めているだけである。競馬町マーケットという食料品店や靴修理店や洋品小物店などの複数の商店が入った集合商店があったが、最後まで営業していた食料品店が2007年6月で閉店し、建物自体も取り壊されて現存していない。中央競馬。 新潟競馬場で毎年8月に行われる重症競争の関谷記念は、現在の新潟競馬場の前身である旧関谷競馬場を記念したレースである。分水路の改作によって、新潟市の信濃川下流左岸地域は北側を海に、面し東側及び南西側が河川で分断された島の形態となり、新潟島と通称されるようになった。新潟市が、 政令指定都市となり、行政区が設定された際には、関谷分水が中央区と西区の境界となった。下流より記載。ありがとうございます。